どうもワニです。そしてこちらはうちの爬虫類館に作られたツバメの巣です。今までねこのツバメのひなちゃんたちの成長記録動画にしてきてますけれども、だいぶ大きくなりました。もうほとんど大人のツバメと変わらないような毛になってきて、ちょっとだけまだねひなのポワ毛がこめかみのあたりについてますけど、もうだいぶ大きくなりました。もう巣も狭そうですね。ちゃんと5匹全員無事に育ってます。まだね親からご飯もらってみたいなんで、また定点カメラを設置してご飯をもらってるところを観察していきましょう。早速親がやってきました。何か小さい蝶々をくわえてますね。次は右端の子に何かあげてます。スローでズームしてよく見てみるとアブですね。前回の動画で一番あげてる回数が多かった小さなアブ、また何かあげてます。今度はスローで見てもちょっと何あげてるのかよくわかんないですね。動画だと何もないシーンはカットしてしまってるんですけども、実は小さな頃に比べて親が来て餌を与える感覚がすごく大きくなっています。小さい頃は本当に数分に1回餌を持ってきてくれてたんですけども、今はもう数十分に1回程度しか餌を持ってきてくれません。そうやってだんだんと独り立ちを促す段階に入ってるんでしょうね。そしてだんだんと親が巣に寄与するものの餌を持ってなくて様子を見に来ただけみたいなことも増えてきました。また親が来ましたが餌は持ってません。また来ましたが餌はなく、巣の奥に頭突っ込んで巣の中が汚れてないか確認してるんでしょうかね。また来て、巣の中の掃除をしてくれてるっぽいですね。アプリゴミを取っていきましたね。本当になんかもう最低限の様子だけ見に来るということが増えました。まあ、たまに様子見に来て飯をおごってくれて掃除してくれる大学生の親みたいな感じになりましたね。で子供たちもだんだんとね巣の中で羽ばたいたりとか、巣の縁に足をかけて羽ばたいたりしてる、まあ飛ぶ練習をしてるかのような動きをするようになりましたね。最初もう巣が狭くて押し合って落ちかけちゃってるのかなと思ったんですけど、明らかに自分からこうやって巣の縁に行って羽をバタつかしています。この真ん中の子も下の様子を伺って体を出して羽ばたく練習をしています。周りの子はなんか空気が来て嫌なのかみんな目つぶっちゃってますね。もうやめろよみたいな感じになってますけど、そして次の日巣を見るとツバメが減っています。一匹奥にいて見えづらいんですけども4羽になってました。見てない間に1羽巣立っていったみたいです。そしてまさに今もう1羽巣立っていきました。残り3羽です。だんだんと奥にいた子が顔を出してきてますね。3羽になった後も親はちょこちょこ来てご飯をあげてます。お、羽が来る。ハグロトンボをあげてますね。川沿いなんでね、こういうトンボも結構いるんですよね。なんかわからない見えないサイズの小さな虫もちょこちょこ来てあげてます。そしてまたハグロトンボ。今日ハグロトンボ多いのかな。そういう天気なんでしょうか。それとも場所を変えたのかな。またハグロトンボ。前回はアブがすごい多くてアブラッシュでしたけど、今日はハグロトンボラッシュなんですかね。そしてまた見えないサイズの餌をあげて、次は普通のトンボです。やっぱりトンボ大きくてね食い応えがありそうですね。と思ったらまたハグロトンボ。今日はハグロトンボが一番多いです。
みんなご飯をもらってお腹いっぱいになったのか、うどうとしてますね。目をつぶって寝てます。でも親の羽音なのかな、親の気配を感じるとすごい勢いで鳴き始めます。そしてまた親がいなくなるとやっぱり眠たい。親も毎回餌を持ってくるわけじゃなくて様子を見てるだけの時もありますね。また親が来ましたけど餌は持ってない。巣の中をチェックしてうんちをね掃除しに来てくれてるみたいです。この3羽もね、ここで縁に足をかけて羽ばたく練習をしている様子が見られました。交代交代でね、他のツバメも飛ぶ練習をしています。でもたまたまカメラの電池が切れて止まってしまってた間に2羽旅立っていきました。でもまだ巣の近くにいるみたいで、明らかにね親だけじゃない2羽以上の数のツバメが周辺を飛び回っていました。まずはこの辺で飛ぶ練習とかもするんでしょうかね。まだ長時間飛ぶことはできないでしょうから、親の近くで飛び回っています。残り1羽です。毛の生え方的に多分一番奥にいた子ですね。この子には最後まで親が来て餌を与えてましたね。最初ツバメの巣の完成を確認した後、卵を確認してみたら4つしかなかったんですけども、その後ヒナはねいつの間にか5羽生まれてたので、その4つの卵の後にもう1個後で産んだ卵があったのかもしれないですね。そのちょっと後の卵の末っ子の子がもしかしたらこの1羽なのかもしれません。だからこの子だけちょっと後に生まれて、もしかしたらまだちょっとね独り立ちできる状態じゃないのかもしれませんね。親もそれが分かってるのか、最後の1匹をずっと部屋のお掃除をしたりしてね、海外地区お世話をしてました。ヒナのうんちをねどっかに持っていくこともあるんですけど、その場で食べちゃうこともありますね。そう、親ツバメって結構ヒナのうんちを食べるらしいですね。子育て開始当初なんかはね本当に頻繁に餌を持ってこなきゃいけないし、糞の掃除も巣の周りのパトロールもありますんで、すごく忙しくて時短のためにヒナの糞を食べてるらしいです。でヒナの方もまだ消化器官が発達してないんで、しっかりと栄養を吸収しきれてなくて、うんちに結構栄養があるらしいですね。巣の掃除と自分の栄養補給が一度にできる一石二鳥の行為なんですね。人間のお母さんもさすがにうんこは食べないですけども、忙しすぎて子供が残したご飯しか食べてないみたいな人もいたりするじゃないですか。なんかそういうのを思い出して人間のお母さんも頑張ってるよなって思っちゃいますね。末っ子もちゃんと巣の縁に立ってこうやって羽ばたいて、ね、飛ぶ練習をしてました。もうちょっとで旅立ちですね。夕方1羽になって親からたくさんご飯をもらって眠くなってきたみたいですね。もう目をシパシパさしてだんだんと目を閉じてきてしまっています。今日はもう飛び立たないのかな。今日は一人でここで寝るみたいです。寝顔が可愛いですね。そして翌日朝爬虫類館に来てみると一羽もいなくなってました。巣の中はもう何もありません。という感じでね、5羽のツバメが無事に育って、おそらくみんな無事に巣立っていってくれました。この巣はね、また来年同じツバメが、もしかしたら、ね、違うツバメが再利用する可能性もあるということなんで、撤去したりせずにずっと残しておこうと思います。ツバメの産卵を確認したのは6月4日、その18日後の6月22日に孵化を確認して、その17日後7月9日にツバメが巣立っていきました。巣作りから考えると1ヶ月半ぐらいですかね。親ツバメは働きっぱなしでしたね。本当にお疲れ様でした。また来年もツバメがここに来てくれたら動画にしていきたいなと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。